こんにちは。ヘメロカリス通信販売花咲かじネットです。今日は2019年7月7日です。はい。ここ高崎ジャーマンアイリス園のヘメロカリス畑も現在満開の状態です。ヘメロカリスの栽培についてなのですが、私の方で始めたのが今から10年ぐらい前でしょうか。はい、初めはミニ品種を町の山野草店で3種類買ってきて、そこからスタートしました。はい、よく私の動画の中でフラングホルス系という名前がよく出るのですが、今日フラングホルスが一つ目の花が咲きました。はい、こちら後半に咲くような花です。はい、こちらがフラングホルスです。ヘメロカリスとしてはミニ品種です。花はしかし少し大きめですね。はい、フラングホルスというのはこちらの方が赤ですね。赤の花と黄色の花の交互でこう咲いています。しかもこの赤の花の中央にラインが入ってますね。これがフラングホルスの特徴です。はい、初めに10年ぐらい前に導入した時にもう一つ買ったのがこちらですね。こちらもミニ品種になります。はい、地面に近いところで咲きます。花の大きさはこのぐらいですね。こちらがブラックアイステラという品種です。こちら黄色にちょっと薄い赤ですかね。そのような品種で、結構こちらは束花性ですね。花が多く咲きます。はい、もう一つ3つ買ったと言いましたが、もう一つ買ったのがこちらの赤のミニのヘメロカリスですね。昨日は花が咲いてたのですが、今日は閉じてしまいまして、これから咲くような花がですね、こちらのはパッとした花ではないのですが、赤の花ということで、まあ後輩には使えるかもしれないというところです。はい、で初めにこのブラックアイ、後輩ですね、私のヘメロカリスの後輩なのですが、この初めに買った3つのミニ品種から始めました。このブラックアイステラですね、それとこのフラングホルスですね、これを掛け合わせて交配花を始め作りました。その頃に作った花がこの辺ですね。これがフラングホルスとブラックアイステラを掛け合わせて作った花ですね。同じくミニ品種のような感じですね。で、同じ花を掛け合わせてもいろいろなパターンでできますが、他にもこの2つを掛け合わせたと思われる花が こちらの花やこちらもミニ系ですが、まあもう花は終わってしまいました。こちらのような花ですね。私の動画の方でよくフラングホルス系の花というのが出てきます。それがこのフラングホルスの交互花ですね。あとこの赤の花びらのセンターラインですね、センターのラインが出る、このような特徴が出た時はフラングホルス系の交配品種と呼んでいます。例えばですね、こちらですね、センターにラインが入っていますね。で、若干こちらの方が色が違いますね、薄いですね。これをフラングホルス系と呼んでいます。この特徴がセンターラインがだいたい出てる場合と、あと交互花ですね、ちょっと隣同士の花びらがちょっと色が違う、まあ同じ場合になる場合もありますが、そのようなものをフラングホルス系と言っています。多分こちらの方も
グラングオルツが入っていると思われます。黄色ですがセンターのラインがかすかに入っています。でこちらの方もフラングホルスに似た形ですが、こちらもフラングホルスが入っているという感じで判断しています。はい、似たような花がいっぱいありますが、こちらもフラングホルスが入っているというのは赤とちょっと薄めの 黄色の交互花、センターラインが入っています。でこちらもセンターにラインが入っているので、フラングホルスと他の花を掛け合わせたものだということです。でこちらの方もセンターのラインが入っていて、交互で隣同士の花びらが若干違うのでフラングホルスが入っていると言っています。はい、こちらもそうですね、こちらもセンターラインが入っているのでフラングホルスですね。はい、元のフラングホルスはこのように交互花といっても隣同士の色が対照的にくっきりとはっきりと違う色だというのが分かっているし、センターラインがくっきりと出ているので、これは完成品としては素晴らしいと思います。このフラングホルスを使うことによって面白い交配品種ができる可能性が出るということです。はい、他にも、まあ、これ先ほどブラックアイステラとフラングホルスを掛け合わせたと思われる花ですが、センターラインが入ってますね。はい、でこちらレッドラインと名付けたものだと、ファッションレッドラインと名付けた品種ですが、こちらもセンターラインが入っているのでフラングホルス系の交配品種と判断しています。でこちらの方はフラングホルスよりもちょっと若干色が薄い感じですが、こちらもフラングホルスをウィズユーという名前を付けましたが、フラングホルス系の交配品種ですね。このようにフラングホルスを掛け合わせたと思われる花はいくつかあります。このカナリアイメージというのも中央のラインが見えますのでフラングホルスを掛け合わせたという感じですね。でこちらのサンセットライトですね、サンセットライトも中央のラインが入っていて、交互で若干花の色が違うのでフラングホルス系の交配品種とよく動画で言っています。他にフラングホルスの色が薄く出た場合はこのような感じで、こちらヌードモデルと呼んでいる交配品種ですが、こちらも中央のラインが入っていて隣同士の花びらが色が違うのでフラングホルス系の交配品種と呼んでいる、まあ、フラングホルス系の交配品種と動画で言っていたのはこのことなの、こういうことであると今回お伝えしました。これもですね、薄系の花ですが、フラングホルスよりも花びらが丸い形になっていますが、構成はフラングホルスと同じような感じですね。フラングホルス系だと思います。あとこちらも赤と隣の花がクリーム色にちょっと若干赤が入っていますが、こちらも側とフラングホルスと名付けていますが、フラングホルス系の花です。まあ、この花ですね、これはイエローレースというような花ですが、ジョアンシニアを掛け合わせているような感じがしますが、こちらももしかしたらちょっと花の構成がセンターラインも入っているような感じなのでフラングホルスの交配品種かもしれません。あとこちらの紫式部ですね、これもセンターラインが入っているのでこちらもフラングホルス系の交配品種ですね。フラングホルスと何か紫系の花を掛け合わせたのかもしれません。こ
こちらについてもですね、ちょっとフラングウォルツと構成が、花の構成が似ているので、フラングウォルツ系だと思います。ちょっとこちらは花が反り返ってますね。他にはフラングホルス系があるかといいますと、こちらもセンターのラインが入っているので、もしかしたらこうフラングホルス系の交配品種かもしれません。こちらですね、こちらのイエローレースもセンターに白いラインが入っています。よく見るとこれもフラングホルス系ですね。こちらの方でできている紫式部もフラングホルスが入っている可能性があります。はい、もう一度フラングホルスを撮影してみたいと思います。はじめにヘメロカリスを植えていたところに株が残っていて、フラングホルスが今日咲いていました。フラングホルスは花の開花時期はちょっと後半になりますね。はい、こちらフラングホルスなのですが、こちらもしかしたらこちらの方かもしれませんね。若干こちらフラングホルス 原型のフラングホルスとは違いますので、こちらも種が飛んだ交配品種かもしれません。やはりフラングホルスと言いますと、もっとくっきりとはっきりとした色の花なので、今撮影したのは交配種、何らかの種が飛んでちょっと違う形になったのだと思いますね。まあ、こちらの方もフラングホルス系だと思います。こちらはライトクラスですね。でこちらの赤がフラングホルスと初期に買ったミニの赤花ですね。それを掛け合わせたような感じがします。でこちらもフラングホルスが入っているような感じでありますし、こちらもセンターラインが入っているのでフラングホルスが入っているような感じです。でこちらはもろに赤の部分がフラングホルスの色になっていますが、ちょっと花が反り返っています。フラングホルス系だと思います。あとこれシャッフルスターもフラングホルスが入っていると思われます。センターのラインがあります。でこちらのレッドセンターラインですね、こちらもこうフラングホルス系の交配品種だと思います。はい、もう一度フラングホルスを、今度は本物のフラングホルスを撮影します。こちらですね、赤と黄色がくっきりと判別できて、ちょっと花びらが細長めですね。花の大きさはこんな感じです。ちょっとウェーブが入ってるでしょうか。こちらがフラングホルスになります。はい、今年もこのフラングホルスの花粉を使っていろいろな花に、花のめしべにつけて新しいフラングホルス系の花を作ってみたいと思います。はい、それでは今日はこれで失礼します。